皆さんこんこにちは2019年プレミアム合格フルコースの全貌というタイトルですね、えーまあ、ご案内させていただきますレック専任講師水野と申します。どうぞよろししくお願いしますさて、まずはですね本日ですねこちらレックの今年の2019年度のですね卓球、えー、試験のパンフレットですね、えー、そこの中から、えーまあ、私がね収録で担当させていただいておりますですね合格プレミアムフルコース。 プレミアム合格フローコース間違えました、うん、こちらまああの、まあ、持ってる方はね、まあ、見ながらの方が見やすいと思うんでね、まあ、持ってなければが画面見ながらでいいんで、ね、これ卓球試験合格しようと思った時に、まあ、一番レックの今期間講座というねメインの講座でそしておすすめしてるのがこちらです。全78回でやるんですが、まあ、これはあの合格に必要なエッセンスが全てもう試験直前期まで入ってるというね、まあ、フルコースでございます。じゃあこれが、ね、どういういものなのなか 演習だなんだ。で、あとね、あの講師がね、あの考えてやる道場とか、いろんなものがあって。何取ればいいのって、もう迷ったら、これです。フルコースです。で、まずは理解。これ、まず、あの皆さんはね、初受験の方も多いでしょうね。で、初受験で、初受験で。どうする学校行く?。テキスト買う?。どっちでもいいです、名、ま、前、あ。うん、あの、まず、やっぱ大事なのはね、絶対合格するって気持ちなんでね。 も、うん、もう学校行くらないいいですだけどやっぱり時間というものをこう効率的にやっぱり短,短期でねちゃんと受かりたいって言うんであればいやそれは間違いなく金払っっちゃとかいいですよ、うん、お金を払うとやはり時間短縮できます。であと何よりもね私はねこれが大きいと思うんですけど金払っちゃったからやんねえともったいないっていうそのもったいない精神これ大事なんですよね。 うん。だから、まあ、これ講座来た方が絶対いいですよ。講座来た来ない方がいいって言うわけないじゃないですか。これ宣伝なんだからうんだから講座来た方がいいんですよ。で、まず理解スーパー合格講座34回ってありますが、このスーパー合格講座ってまレックの中ではインプットと呼ばれるいや知識を仕入れる作業です。一番長い講座です。うん、まあもっと短いのもあるんですが、一番長くじっくりと要請するのがこれです。で、これ例えば皆さんが2018悔しい思いした。 あとととちょっとだっだた悔しいと34回は長すぎだろうっていういやいやいやそんなことないかもしれませんよ。あの結局ね合格点に行けなかったっていうのはやっぱ足りなかった、まあ、それは勉強不足であり理解不足の可能性あるしあとは一番怖いのは誤解してて頭に入ってるこれなんですよで特に独学でやってる方って本読んでやるのでね、うん、覚えてないだけだったらいいんですよ覚えりゃいいんで。ところが誤解してて覚えてる なんか違うなんか観点でこう誤解しちゃってなんかもう取り違えてる話をっていう方って多いんですよこれ何年やってもかんないんですだからそういうのがないかどうかというねだからそうですねまああと1点とかいう方だったらねまあそれなりに、ね、合格レベルに近いところにあるんでしょうけどもやっぱり5点ぐらい変わっちゃうとねいや地盤が違うんじゃないですか緩んでんじゃないですかっていうところまでねこれ、あのー、丁寧に丁寧に誤解がないか。え 知識の地盤を固めるためにこれぐらいの回数あったもののがいいと思いますあとは初学者やっぱりこれ向けです、うん、短い講座だとね早かったりするやっぱり法律用語って難しいんでねじっくりじっくりはい。卓研士合格テキストって、まあ、お皆さんでも売ってる本ですけどねそれ読んだだけじゃわかんないところも講義で理由付けしながら基礎固めしていきますで僕も過去問題集スーパー合格講座では問題集をやる時間はそんなに多くないです ただこの問題はやっといてねとかね、うん、ここまではやれるからねとかね、うん、その問題演習インプットというこの理解する講座を受けたらすぐに問題集というこれかなり実力上がりますから、うん、であと各回ごとにテステス確認テストというのはこれ講義では扱わないんですけどね、えー、皆さんに送られたものでまあどれぐらいできてるかなというね確認できますあとはまあ免除科目はですね5問免除というこれ5問免除で何っていう方もいらっしゃるかもしれませんが不動産会社入ってて講習を受けるとね5点 もらえるんですす点分やらななくていい場所なんで,すでそこはこれ生クラスでやっちゃうといや来なくていい人も多いんでね、うん、いや生クラスじゃなくてウェブ DVD で受けていただくという、まあ、ことになりますでこれウェブ DVD 私がねあのやらせていただきますんでね、まあ、とりあえずこのスーパー合格講座というのは知識を理解して入れる作業ですさらに復習ってなってますが、まあ、復習はご自身でやっていただくんですが問題をやるっていった時に これねやっぱりねえー、過去問をやれって言われると思うんです。これはもうどこの学校もどこの星もままととももななな人間、ま、ともな講師だったら過去問を大事にしなさいって言うんですそれはなぜなら過去問は達見試験のもう大事なところが出てるんです。出てきてたんです。要は託したとも取引試験って達見史という要は重要事項の説明というのができる能力があるかどうかをやっぱ測ってる試験なんですよ。それねぶブレてないです。 あの昭和33年から託したてもの取引インというねそして取引主任者になり今取引し名前は変わるとお客さんに法律不動産の法的な説明ができる能力があるかどうか測ってるんですよさすがにですよやっぱ不景気な時代も経てですよ年々難しくなってます問題文のねこの引っ掛けの度合いとか問題文の長さとかえ、難しくはなってますが大事なところはそんな変わらないんです だから過去のところを過去問題をしっかり一個一個丁寧にやることで合格レベルにいくんですよ、うん。だから過去問はまさに予想問題と一緒なんです。過去問は過去でしょいやいやいや過去に出てるからこそしっかりやっとくんです。今年来年も出てくるからこれから先も大事なとこだから。ただ過去問をやれって言って過去問やってください復習で過去問やってください。過去問過去問、うん。じゃあやるかな。問いの1正しいもの1っぽいけど23番っぽいかな。いきなり1はないかな。 外れた一番だった、うん、で過去問やるというからなんとなくやってて問いの11番4で2番4で3番4であ思い出した1問いの1から1番が丸だといくらなんでもねえと思ったら3番にしたら1番だったやつだ1番正解用紙とできてますこれできてませんよね要は正解番号を覚えてるだけですよねこれだとダメなんですよ要は過去問をやるそのやり方正しい姿勢それをマスター演習で学んでいこうと このマスター演習は問題時間といてこここうやからっていうねそのエッセンスだけどこのマスター演習で問題の解き方をちゃんと学んでそしてウォー駒もしっかりやり込むえさらにですよさらにですよこのマスター演習という解き方の問題のアプローチテクニックを学んでさらにですよ分野別これだけ演習層をまとめとこれ大体いい8月末ぐらいから始まります。 これねインプットやるじゃないですか知識を仕入れるでアウトプットで問題演習するんじゃないですか今度逆にアウトプットしながらインプットするんですインからアウトまあこれが勉強はやっぱりオーソドックスですよそれをアウトアウトプットしてこの知識、はい周辺知識と含めて、はい、お勉強まとめてみましょうねこれがまとめ講座なんです総まとめ、うん、これえー、まあ何ていうんですかね、うん、まあ問題やってまとめながらやっていくただまあ分野別なんでね 1>, 1回ずつしかないんで、まあ、それほど大きくはないんですけども、えこのまとめの講座、権利、業法制限、やったごとにやる、えこの,このやった時にやっていただく、そして、えごめんなさい、こちら、データ上必勝争まとめで。この講座はね、ごめんなさいあの、8月からというよりは、これね、あのスーパー合格図を受けたらいつでもいいです。こちらです、出た上必勝争まとめ。これなんですよ。ここれも趣旨は似てますこの アウトトトププッッをやりながらインプットをするこの「出た上筆書総まとめ講座」っていうのはこれ問題解くんですよ。そこをまとめていくあこの知識はこういう知識が必要でしたねさらにこの周辺も見ときましょうねっていう図表集というねなかなか優れもの,のテキストですえしっかりまとまったそれを使ってまとめていくこれが総まとめ講座これが講座のとりあえずのラインナップです。いやいややままだああるででしょうとありますす模模試試この模試は そうですねあの模試ってやはりね受けた方がいいですでなんでかというと予行演習という意味合いももちろんあるんですけどもいや予行演習というよりは苦手なポイント苦手な分野苦手な論点探しです模試はだからね模擬試験ってレックはねすごい回数多いんですよ見てください卓拳も5回模試基礎編2回、次編3回、全部で5回いやいやまだまだファイナルの1回 いや、セットになってるだけでね。全部で6回目なんですね。うん、でここのカルケラムには載ってませんが、0円模試とかね。実力診断模試で1000円ぐらいで受けれる模試とかね。いっぱい模試出すんですよ。これね。模擬試験まあ、ただ受けっぱなしだったらね。そんなやる必要はないんですけど、受けるじゃないですか。そこで間違えたところ苦手なところなんです。そこを潰そうという要は自分が弱いウィークポイントを探せるというね。そういった自分の苦手なポイント探しになるんです。 でそこをちゃんと修正することによって、はい、例えば模擬試験で変な点取ったこれねまだ,だいずいぶん気が早い話ですが模試で点数がいかないからって落ち込んでねやる気なくすって本当にもったいないですあの模試は模試なんです模試は点数が悪い方が喜ぶべきですよかった本試験じゃなくてってうわこれ本試験だったらわーもう終わってたなえよかったじゃあ本試験までにこれやんなきゃという課題を見つけるためにやるんですよだから常に 維持する知識を維持するのと常に自分自身の位置え受験生との他の受験生との位置確認しながらどういうポイントが苦手なのかを、はい、着実にまあ1週間に1回ぐらいのペースなんですけどねやりながら、はい、修正していくこの作業をやりながら直前期は頑張っていきます。でこれ直前対策でこの直前対策というのはそうですねまあセットになってます。ただ自分で課題見つけれる方はえんやもん通うのこと うん。だけどこのポイント三百もた,た大きの日もと六点アップってこれ前日やる講座なんですけどね。これはねやっぱり前直前になるとねもやもやするんですよね。何やるんだろう。何やりゃいいんだろうって何やるかわかわかんなくなってくるんですよ。そういった時には持、ね、ってこいです。でまずは究極のポイント三百というのはもうね三百問あるんです丸罰問題が究極なんです。究極というのは大事なところです。もう出やすいところばっかなんです。 で300でこの300の知識で宅勤合格しますかと聞かれたら「いや無理です」「いや無理です」いや「300じゃ無理です」だってそれはそうですそんな簡単だったらこの講座だけでいいじゃないですかえいやそこまで甘くないんですよそこまでじゃないんですよただこれは問題に出やすいそしてできなきゃいけないところばっかり出ないんですよでそれをえ300ポイントきっちりやることによって力なんです。あの結局ね試験というのは 10万の知識あやふやにあっても何の武器にもならないんです100の知識確実に持っている方が10万のあやふやな知識よりも武器になるんです力なんですだって絶対これっていうのが分かればそれがピンポイントで正解しになるかもしれない1個必ず切れる確実にこれは絶対罰だっていうのがあればどうですか1個4種卓一なんですよ卓研試験って4つのうち1つ選べるんですよ1つこれは絶対違うっていうのが見つかれば正答率が 25から33に上がるんですだからこの究極のポイント300攻略講座というのはそういうのを出やすい足を、ね、きっちり見ていこう一個一個丁寧に見ていこう、ね、これが300攻略そして体育の日適中大予想書いてないとこれはね予想問題です50問。で形式は模試とほとんど一緒です。50問の問題があるんですそれを問問解説1問解説説やっていくんです。 もし同じだもしと同じゃ、うんとん違うのはもんかいもんかいでやっていくという手順とあとは全部予想問題ですえ、じゃあこれ予予想想じじゃゃなないいののもしはこれだけ多いんでねこれだけ多くやるんで予想してない去年も出てるでしょ2年連続がないでしょっていうことも苦手のポイントを潰すためにやるんで、まあ、そういうのは出ちゃったりしてるんですよ。うん、あとはもしの特徴は例えばこの実践編もファイナルもしもこれは言っときますよ。 絶対取れねえだよ、この問題っていうのも、出してるんです。予想なんてしてないんです。受験生、これ絶対取れないだよっていう問題を出すんです。え、なんでそんな問題出すんだよと。うん、本試験でも出るからです。あの、ここは大事ですよ。あの、試験で、満点を狙っちゃいけないっていうね。まあ、大体このウェブでも、ガイダンス、他のガイダンスでもね、まあ、やってると思いますけどね。満点狙うというのは、もう試験にとってね、絶対ダメな行為なんですよ。 あの気持ちはいんんです待てんじゃなったるぜっていう気持ちはいいけど本当に隅々まで完璧主義で勉強すると受からないんですよ何でかというとこの卓球試験というのはやっぱり仕事しながらの方多いです家事育児しながらえもうやることが他にあるその空いた時間で合格しようというねそういう方がほとんどなんですよだからもし皆さんが「朝から晩まで卓球の勉強できます」「やること他ありません何もありません」宅建試験オンリーでで月までやれまやすっって言ったら もう満点で狙っちゃってください。好きにやってよくありますから、時間が解決しますから。でもやっぱりね、他の忙しい中間取って時間取ってやるこれが大変なんです、うん。満点なんて狙ってられませんって。うん、ということで、この模試でどうにもなんない問題、まあだいたいまあアドバイスすると正答率5割切る問題なんていらないです。復習いらないです。じゃあその正答率が5割切らないようなえ本当に試験に出てくる。 そして取らせるような問題それを予想してあって解説。であのマスターとかともね、うん、これだけの演習と似てるんですよ。似てるんだけどまあテーマを全部予想に、うん、どっちが出るかなこれ税金なんてこっちが出やすいとかっていうのがあるんですよ、うん。そういうのを優先に出していくのがこの予想会です。あとは「とにかく6点アップ直前駆け込み講座」っていうのは前日の講座です。 ウェブの方はね、まあ、前日じゃない時に聞いちゃってね、いただいてる方もね、毎年いらっしゃるようなんですが。これはね、私はね、あのレックの講座の中でも一番お勧すすめしてるんです。あの前日、普通前日家でゆっくりするんだろうと。家だろう、家だろうと思うじゃないですか。うん、あの家でやれる方はそれでいいんです。だけど、家でやれない方もいるんですよ。どうして、そわそわしちゃうんです。うん、例えば、まあ、勉強を全然してないと、何やってるのか、もう分かんない、もういいや、明日は。 ね、なるし、え、勉強をして、もうある程度模試でもいい点取って合格ラインいってて、もうできる人ほど前日そわそわするんです。いやー、明日か、どうしよう、どうしよう、うん。これね、勉強しないで、いきなり掃除しだしたりするんですよね。掃除、そうなんですよ。なんかそわそわしてね、何やるか決まらないとね、部屋の机の上とか掃除しだすんですよ。部屋とか掃除しだしてね、懐かしい漫画とかね。 懐か,しいなんかアルバム卒業アルバムが出ると見ちゃうんですよね「いやーこんなことあった」みたいな「面白いな漫画」ってねほんで夜後悔するんですよ「しまった一日無駄にした」みたいなあのー、やめましょう、えー、これまあ大体生で私は見ていただくのをね、まあ、なので一応おすすめはしてるんですけど「6点アップ」えー、前日来て、えー、でもう、ね、6点アップって言いながら本当にもう出るところみんな知ってんだろこんなことっていうことしかやりません。ででも出るんです 翌日前日やったことはさすがに翌日はっきり覚えてるんですよ。これわって言われることでねまずはできるできるもう本当に知ってる知識ばっかだからできるかみ締めてください、うん。それによっていけるっていう気分が養われますまあ家で悶々としてね一日潰しちゃった前日なんていうよりは来てよしいけるっていうそのアゲアゲな気分でね行った方がいい結果が出るに決まってんじゃないですか。うん、だからこのの直前前アアッップ、6点アップ点というのは前日、 ほ本当に何かそわそわしちゃうような可能性がある方は本当にいい講座です。ということで前日まで面倒を見ていきますよというのがこのレックのラインナップでございます。で試験当日頑張ってください。もうちゃんとやることやってカリキュラムこなして復習して皆さんのものにしていただいたらあとはもうハートです。うん、まあ緊張しないとかねでも緊張しないためには努力です。努力をすることによって自分の自信になる自信になることによって自信持って受けれる自信満々で試験に挑んでください。ね、根拠ななんてなくててくいい自信満々で受けることによって 結果出ててきますから頑張ってくださいということでこの合格フルコースというのは、まあ、全部ねこれフルパックで必要なものは入ってますんでね、うん、これ、まあ、申し込んでしまえばね、うん、とりあえず治験、まあ、までえちゃんとねトレーニングいけるよ完全漏らせるよというのがこちらです。 まあ時間はかかりますけどね。ただ、これ、あの、生でね、あの、学校通うクラスの方でも、ウェブとかも見れたりするんでね、まあ、そこら辺はね、えー、レックで確認しながらね、まあ、いくらぐらいかかるのか、お値段とか、そういったものもね、まあ、ご相談とかいうかね、えー、お問い合わせいただければと思います。以上になります。はい。まあ、このプレミアム合格をルるコースの内容だけをね、説明するね、えー、今回はえお時間だったので、まあ、これで終わりますがね、まあ、他にもね、いろいろ皆さんにあったえ講座もございますので、ね、まあ、そういう、ここら辺はレックのね、方、え、向、ー、もしくはね、 えー、まあ、コールセンターとかね、まあ、それのお問い合わせいただいてね、えー、決めていただければと思いますまあ、何はともあれ皆さんの合格をですね、えー、レックがですね、えー、バックアップさせていただけると幸いでございます以上になりますはいそれではですね、えー、2019年のプレミアム合格フルコースの全貌というこのタイトルで終わり、えー、お話しさせていただきましたがこれで終わります皆さん試験頑張ってくださいお疲れ様でした